東北運輸局によりますと今年3月から先月までに仙台市以外のタクシー会社合わせて97社から燃料費高騰などを理由に運賃値上げの要請があり審査した結果全体として収支が赤字となっているとして値上げが必要と判断しました多くの会社が初乗り運賃と加算運賃の値上げを求めていて このうち初乗り運賃については、現在1.2キロまで650円から680円のところ、1.1キロから1.2キロまでで680円から750円への値上げを求めています。値上げは早ければ今年8月にも実施される見通しです。 タクシー運賃は仙台市で先月31日から値上げされていて仙台市以外での値上げは2020年12月以来となります。